はい、皆さん、アサラムアレイクム、こんにちは、ごきげんよう。こんにちは、アサラムアレイクム、ごきげんよう。アマルです、お久しぶりです。4ヶ月ぶりぐらいになってしまうんですけど、ですね、めちゃくちゃ忙しくて全然更新できませんでした。でね、この4ヶ月間を使って皆さん、アラビア文字を練習されたと思うので、早速もう、会話とかそういったものに入っていきたいと思います。今日は挨拶です。一番ノーマルな挨拶で有名なのがアッサラムアレイクムです。これはアラビア語話者だけじゃなくて、ムスリム、イスラム教徒がいる国ではどこでも使われてます。例えばパキスタンは公用語がウルドゥー語なんですけど、挨拶ではこれが使われます。マレーシアもそうですし、非アラブ圏でもこの挨拶はすごく普及しています。はい。アッサラムっていうのが平安って意味です。アラーっていうのが前置詞であなたの上に。で、クムっていうのが代名詞であなた方ですね。なのであなた方の上に平安がありますように。ちなみにこのサラムっていうのは、対応文字ですので、前回やりましたよね。対応文字、付き文字。対応文字なので、ラムが消え、スインがシャッダになります。アッサラムです。で、返し方として、和をつけます。和っていうのは、あなた方にもです。英語の and、and とか、also とかって意味があります。わアレイクムッサラム。アレイクムを先に持ってきて、サラムを最後に持ってくるだけです。これはすごく簡単だと思います。で、朝の挨拶とか夜の挨拶とかもあるんですけど、基本的にこれが朝、昼、晩使われてるんで、これだけで全然問題ないと思います。で、相手が元気かどうかを聞く際はこれを使います。カイファハルカ。で、これは男性用ですね。カイファっていうのが、疑問詞で、どのようなっていう意味がありますね。で、ハールというのは状態です。で、あなたの状態。男性用で、あなたの状態はどんな感じですかみたいな。元気ですかっていう感じです。で、女性の場合は、この最後のカがキになります。カイファハールキ。男性、女性、めんどくせえなってなったら、ハールっていう状態っていう名詞があるんですけど、それに定冠詞のアリフラームをつけて、カイファルハール。でも全然問題ないです。答え方は、ビハイル、アルハムドリラ。ハイルっていうのは、良いとか、善とか、そういった意味があります。で、アルハムドリラは、ハムドっていうのは、称賛とか、たたえとかっていう意味で、リラっていうのは、アッラーのために。すべての称賛はアッラーのためにあります。っていうのが、時期通りの意味なんですけど、まあ、ニュアンス、アッラーのおかげさま、アッラーのおかげで元気です。まあ、日本でいうおかげさまで元気ですみたいな、そういった感じですね。はい。言い忘れてたんですけど、皆さんこれ、すごくないですか？言葉は違う。例えばパキスタン、ウルドゥー語で、マレーシア、マレー語使ってるのに、アラビア語の挨拶を使うっていう。で、イスラーム共通の挨拶となっていて、会うたんびに相手に平安を送るっていうのがすごく美しいですよね。ちなみにアッサラムアレイクムなんですけど、この後に続けて、ワラハマトゥラヒワバラカトゥって言ったりもします。和っていうのはさっきのこれですね。で、ラハマっていうのは慈悲。で、ラハマトゥラーでアッラーの慈悲。で、バラカと和はさっきの和で、バラカっていうのは祝福っていう意味があります。で、この前置詞はアッラーのことで、アッラーの慈悲とアッラーの祝福もありますように。っていうのがフルですね。アッサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥって言えばフルです。でも長すぎるっていうことで、これで済ませちゃうケースが多いです。で、もっとせっかちの人はサラムってだけ言ったりもします。で、今習ってるのはこれ生息アラビア語で標準のやつなんですけど、国によって例えばシリアだとシュルーナクとか、エジプトだとザイエクとか、モロッコだとキデールみたいないろんな挨拶じゃなくて「元気ですか?」があるんですけど、まあどこ行ってもカイファルハールで通じると思うので、これだけ覚えてれば大丈夫だと思います。ですね、これはおまけなんですけど、さっきの「アルハムドゥリッラー」っていうのに関連してですね、ムスリムアラブ圏だけじゃなくて非アラブ圏のムスリム全体で使われる有名なフレーズもちょっと紹介していきたいと思います。ムスリムと話してるとよく頻繁に出てくるフレーズなので覚えておくとためになると思います。これからいきましょう。インシャーアッラー。インっていうのが家庭のもしっていう意味で、シャーアっていうのが動詞で、望むとかって意味ですね。希望するとか。で、アッラーはアッラーなんで、インシャーアッラー、もしアッラーが望めばっていう意味で使うんですけど、よく未来のことに対して使いますね。インシャーアッラー、明日はここ行きますみたいな。でもそのインシャーアッラーが使われすぎて、しないであろうことに関しても、インシャーアッラーやっときますみたいなニュアンスで使われることもあるので、まあ未来のことに対して一般的に使われます。で、シュコランっていうのがありがとうっていうアラビア語なんですけど、それをちょっとイスラム教っぽくっていうか、ムスリムはこっちよりももしかしたらこっちの方を使うかもしれないですね。ジャザークムッラフハイラン、ジャザークムッラフハイラン、ちょっと長いんですけど、主語はアッラーで、アッラーが、クムっていうのがあなた方に、ジャザーっていうのは報いるって意味です。アッラーがあなた方に報いますように。で、報いって良い報いと悪い報いがあると思うので、ハイラー、良い報い、アッラーがあなた方によく報いますようにという感じですね。何か相手にしてもらった時に相手に対して言う言葉です。ジャザークムッラーハイラー。返しとしてはワイヤークムっていうのを使います。ここに書いておきましょう。ワイヤークム、まあ、返しであなた方にもというような意味があるんですけど、でこのクムっていうのはジャザーカッラーって言えば男性になりますし、ジャザーキッラーって言えば女性になるんで、そこは使い分けてもいいですし、男性女性めんどくさいんであればクムで覚えればどっちにも使えるので。で、相手が例えば一人でもクムは使えます。尊敬語になるので、目上の人に対して使う時はこれで十分だと思います。で、目上じゃなくても自分より年下の人に対しても全然使っても変ではないです。で、これは多分一番誤解されてるかもしれないフレーズなんですけど、アッラーアクバル、礼拝を始める際、ムスリムこうやってやるんですけど、この時に言う言葉がアッラーアクバルです。で、意味としてはアッラーは偉大なり、カビールっていう形容詞があって、それの最上級がアクバルです。アッラーは一番大きいですよという意味があるんですけど、テロリストがよく使うフレーズとして取り上げられちゃってるんで、そういったニュアンスがあるのかなって思うかもしれないんですけど、全然そういったことはなくて、あとはマシャアッラーですね。これはインシャアッラーと近いんですけど、インはもしって意味なんですけど、マーは、ことですね。アッラーが望んだこと、英語で言う What っていう意味があるんで、マシャアッラー、これはすごいとか、何か誰かを褒めるときとかにマシャアッラーすごいねって言います。でそれはなぜかっていうと、その相手を褒めるときに相手だけを褒めるんじゃなくて、その相手にそうさせたのはアッラーでしかないとムスリムは考えるのでっていうニュアンスです。マシャアッラーで、スブハナアッラーっていうのは、アッラーにたたえあれみたいな感じで使われるんですけど、なんか綺麗な景色を見た時とかすごいものを見た時とかにスブハナアッラーっていう感じでアッラーをたたえます。であとはビスミッラーですね。これは何を始める際にもビスミッラーでムスリムはその行為を始めます。なのでご飯食べる時もビスミッラーで食べて、で食べ終わった後にアルハムドリッラーっていうんですけど、いただきますとごちそうさまみたいな感じですね。でイスラム教の聖典であるコロアンも実はこのビスミッラーで始まっていて、ビスミッラーヒルラハマニラヒームなんですけど、これもよく使うフレーズです。意味としてはビっていうのが前置詞なんですけど、それプラスイスム、名前ですね。アッラーの名においてっていう意味です。ビスミッラーっていう感じですかね。他にもいろいろフレーズはあるんですけど、まあ品質順に言うとこんな感じですかね。であと別れる際はこの2つがよく使われるやつです。マアッサラーマとイラリカーです。マアっていうのは、前置詞で共にって意味があります。英語の水です。でサラーマはアッサラムアレイクムってやったと思うんですけど、それと一緒で平安とか安らぎって意味があります。安らぎとともに。でイラリカ、イラも、前置詞でまでにとかっていう意味があるんですけど、リカっていうのは、会うことですね。なので次会う時までみたいな、また会う日までさようならみたいな感じでイラリカが使われます。はい、じゃあ今日はここまでです。また次回お会いしましょう。マアッサラーマ。